中心部周辺の空中写真。1977年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。大土町は日本の岩手県上平郡に所在する町。縄文時代の遺跡が多く見られる。太平洋に面している。新興山村、変地。 仮想地域の指定を受けている。全域が三陸ジオパークの一部をなす。大土川と小土川が北上山地に発して、ほぼ平行に南東方向へ流れ、太平洋の大土湾へと注いでいる。そこに形成された中石平野に町の中心部がある。大土湾の北には船越湾もある。人口は沿岸部に集中しており、 鉄道や主要道路も海岸に沿って走っている。西部の山間地域にも集落がある。夏季が主要な地形として挙げられる。城山から望む元水、大学地戦国時代、当地は周辺地域の有力武将であった大槌市の支配下であった。大槌市は、野平正美の乱や岩崎合戦で南部方の武将として活躍した。大槌市は、 特産の南部だけの交易で財を成したが、中央集権化を進める南部と市直によって、謀反の権威をかけられ、処罰された。大槌市なき後、この地は、大槌城代が置かれて、森岡藩の管理下となり、その後は、大槌大官所が置かれ、現在の山田町と釜石市の一部を含めた地域の行政を管轄した。 2011年3月11日14時46分18秒、マグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震が発生し、大津地町も強い揺れに襲われた。加えて、この地震が引き起こした大津波とそれによって発生した火災により、町は壊滅的被害を受けた。復興に向けて復興ビレッジプロジェクトが進められている。 2011年3月11日に起こった東日本大震災で津波に飲まれて行方不明となっていたが、同月19日に町庁舎から約500メートル離れた国道沿いで遺体が発見され、翌20日に当人と確認された。町長の行方不明後、町長職務代行者には副町長の東、梅正明がつき、町長の死亡確認後も代行を継続した。 副町長職が人気満了となる6月20日の翌日、地方自治法第152条第3項に従って、総務課長の平野光造が公認の職務代行者に就いた。なお、その後町長となった怒川豊が前任の総務課長であったが、震災以前に町長選出馬準備を理由に辞職しており、震災の時点で総務課長は空席となっていた。 また、定年退職を予定していたものを除く、他の課長クラスの職員も全員が加藤と共に死亡、もしくは行方不明となったため、震災当時主管であった平野が、総務課長に昇格していた。町の組織は次の通り。大槌町は、地上一般放送事業者として、地上一般放送局の免許を取得、フルセグ及びワンセグエリア放送を実施していた。 大土交番プレハブで再建された大土郵便局、直営局間郵便局郵便物等の集配業務は、本来は大土郵便局の担当だが、東日本大震災で被災したことに伴い同局の集配業務が停止したため、釜石郵便局が代行して担当。大土調子街地。 シーサイドタウンマスト母港大土漁港に停泊中の海洋調査船、新青丸水産業権全体の平均所得が236万円なのに、対し、大土町では170万円と、格差が著しい。一方、国民健康保険料は、全国11番が目に高額である。平成22年国勢調査から27年調査に、 かけて人口は二二十三点零パーセントの減少で、岩手県全体の三点八零パーセントを大きく、上回っただけでなく、陸前高田市の十五点二零パーセント、山田町の十四点九九パーセントなどを超える、県内最大の減少率だった。なお平成の大合併以前の区分も含めれば、宮古市の一部となった旧太郎町の二二十六点七パーセントが、 県内最大の減少率である。岩手県立大土高等学校大土町立、大土学園義務教育所学校高等学校、高速道路一般国道自動車専用道路、一般国道県道主要地方道一般県道、大土上四郎版海岸宮の口方岸道大土大館所跡石碑がある、公園大土郷土芸能祭で披露された虎舞。 返し波がないことで有名なサーフィンが盛んな海岸。ありがとうございます。